こんにちは。本日もインスタライブ始めていきたいと思います。本日はですね、父の日にはもちろん、この梅雨の時期のお家の筋トレにもぴったりのスリムパッドシリーズの商品の紹介をと新人くんからね、してもらおうと思いますので、ぜひ温かい目でお見守りくださいませ。ではどうぞ。はい、クルーラボ株式会社営業部高橋です。よろしくお願いします。今回、僕が、紹介する商品はこちらのスリムパッドシリーズです。こちらの商品は筋肉を美しく鍛えたい方、運動不足な 方々に、あと体型維持などの方々に、ぜひ使っていただきたい商品になっております。こちらの商品は、EMS キーになっておりまして、このコアの方はお腹に貼っていただくものになっておりまして、こちらの商品はコントローラーこれが磁石になっておりまして、すごく付け外しの簡単なものになっておりまして、はい、でこれをお腹に貼っていただくことによりまして、すごく効率よく EMS 機器を使って腹筋などを鍛えていく商品になっております。はい、でこちらのフィット、こちら腕に使っていただく商品ですね。こちらの商品はですね、こちらも先ほど同様取り外しが可能なので、すごく便利なものになって、場所を取らず、すごく薄くなってるんですね。1ミリぐらいの薄さになっておりまして、すごく簡単な使い方になっておりまして、腕にこう使用していただくことによりまして、二の腕のシェイプアップなどに、ぜひ、効率よく使っていただきたい商品になっております。はい、で、こちらの商品、その美しく、ボディメイク、される方々のために、作られているものになっておりまして、こちら、2.5 時間の充電ですね、コストが15円ほどの、電池式だと15円のほどのものになっておるんですけども、こちらのスリムパッドですと 0.017 円という非常に、お安いものになっておりまして、すごく使い勝手のいいものになっております。はい、でこちらの商品、すごく、皆さん使っていただくことにあたって、すごく効果が実感できるものになっておりまして、で自分も、こちらの商品を使って、筋トレなどを しましてすごく効率が上がったと、ただ筋トレするだけじゃなくて、これを使うことでより効果が上がったので、すごく、筋肉がついたものになっておりますなので女性も使っていただくと、すごく、シェイプアップされたり、綺麗な体になれると思いますので、ぜひ使ってみてください。でこの2つの商品の、進化系がですね、こちらの6というものになっておりまして、はい、でこちらの商品、先ほど同様その表面などがすごく柔らかくなっておりまして、ダイヤモンドカットになっておりまして、すごくどんな方でもすごく体にフィットするものになっておりまして、でももう一つがそのサイレント、そうです、マナーモード機能がついていまして、こういうふうに音鳴るんですけども、この上のマナーモード機能を押すと音が止まって、静かに、使うのが恥ずかしい方だったり、こっそり使いたい方にすごくおすすめなマナーモード機能がついております。はい、で、その筋力に対して効率よく、刺激を与えまして、その3つのモードがございまして、1つが、オールモードです。これは電極がですね6極ございまして、はい、6極ございます。でこのオールモードはこの電極6極全部を稼働して、全身の、トリートメントをするモードになっております。でこちらは1回、20分で20のプログラムが入っております。で次に、B モードがございまして、B モードは、真ん中のこの4極を使ったモードになっておりまして、こちらはその、腰だったり、ヒップ、お尻あたりを中心的に、トリートメントする、モードになっております。でこれによってお尻が上がったりとか、
すごく、女性とか、男性もすごくお尻大事なので使っていただきたいモードになっております。で次が、C モードがこの外側の電極2極だけを使ったモードになっておりまして、でこちらがですね、サイドモードで、くびれですね、くびれなんかを、こちらで、作っていく EMS 機器になっております。はい、でこちら B モード、C モードは、1回10分で大丈夫なので、すごく、時間も取らず、ただ貼ってるだけなので、すごくながら作業で何でもできるので、ぜひやってみてください。はい、で、高級感のある、作りになっているので、年齢問わず、誰でも使用できるものになっております。で自分も使っていて、ジムでこの商品を使って、マナーモードでこっそり使うことによって、すごく、これから夏に向かって、自粛生活ですけども、夏露出が増えると思いますので、すごく、ぜひみんな使ってほしいと思います。じゃあ実際にちょっと使い方の説明を私の方からしたいと思います。さっきコントローラー着脱式って言ったんですけど、充電も外して、ここのなんだ USB 充電で充電できるような形になってるので、機械ごと充電しとかなくても、このコントローラー部分だけ充電すれば大丈夫です。この6はちょっと取り外しできないんであれなんですけど、はこのまま充電するような形になってます。で、ちょっと今回腕に使ってみるんで、スリムパッドフィットを、電源入れていきます。このプラスのボタン長押しで電源入ります。今緑のランプ光って、肌に接着してないよっていうエラー音が鳴ってますね。これつけると音消えますので、つけていきます。こんな感じで今二の腕につけました。でもうつけた時はレベル0の状態なので、ちょっと白飛びしちゃって見えないけど、プラスを押していくとどんどんレベルが上がります。今勝手にちょっと手が動いてるんですけど、EMS っていうのは機械電気の信号を脳に送って、自分で意識してなくても勝手に筋肉を動かせるっていう機能になっていまして、私これ今自分で動かそうとか持ってるわけじゃなくて、勝手にこのスリムパッドフィットの刺激で手が動いている、筋肉が動いているような状態になってます。そんなにまだレベル上げてないんですけど、腕とか足はふくらはぎとかかな、ふくらはぎとか皮膚が薄いので、そんなにレベル上げなくてもすごく反応がありますね。お腹とかになるともうちょっとレベル上げていただいて大丈夫かと思うんですけど、スリムパッドフィットはこれ 1個でも使えるんですけど、2個で買っていただくのがおすすめで、両腕両足、あと挟み込む形でお腹にも使えるので、結構小回りの効くような商品になってます。1個レベルの調整も15レベル可能になってまして、ちょっと初心者の方はレベル10以下ぐらいで挑戦してもらって、慣れてきたなって思ったらだんだんレベルを上げていってもらって、トリートメントの力を強めていただければいいかなと思います。刺激の感じもね、この手の動き方の変化で分かると思うんですけど、いろんな刺激が入っているので、筋肉に飽きが来ないような感じになってます。はい、これがスリムパッドフィットでした。電源を切るときはですね、20分経ったら勝手に消えるは消えるんですけど、マイナスボタン長押ししてもらうと一時中断というか電源を落とすこともできます。はい、で一応今年の4月からですね、山口恵梨香さんという方に山口恵梨香さんという方にスリムパッドのアドバイザーさんになっていただきまして、すごくなんだボディメイク、ビコアっていうねボディメイクの方法で有名なお方になってまして、今年の BWJ にも展示会の方にもトークショーでお越しいただいた方なんですけど、本当にこの人、見て分かる通りスタイルが、実際にもお会いしたんですけど本当に半端なく良くて、この方のビコアっていうメソッドが
ストリームパッドにどう応用できるかっていうのをアドバイザーいただいた方になってます。でこのストリームパッドをつけながらね、自分でも動く、もちろんながらつけながら何もしなくても筋肉を鍛えられるんですけど、つけながらさらに自分でも動くことによってもっと運動の強度を上げて体をさらに鍛えられることができるっていうメソッドの方もお伺いして、その動画の様子をね YouTube にも、弊社の YouTube の方に上げているので、もし機会があれば覗いてみていただけると嬉しいです。すごくこっちの商品使いやすいものになってるんで、まあこれ使うとすごく筋肉つくんで説得力がすごいすごい筋肉つくものになってるんで、皆さん頑張っていきましょうそうですね、ぜひ次回は脱いでもらってお腹につけてもらおうかなって思います。あ、つけてもらいます。でも全然鍛えてます、はい動きが見えればコアの方も今つけていただけるみたいなので、私の方から6の違いをもうちょっと説明させてもらうと、6の方はですね、さっきスリムパッドコアとフィットはレベル15段階まで上げられるっていうふうに言ったんですけど、6の方は30段階までレベルの調節が可能になってます。なのでこっちの方がちょっと強力な感じですね。つけました、はい。じゃあ電源入れてもらってすごいます。見えますか？もうちょっと近づいてもらってはい、見える。お腹の筋肉がちょっと動いてるのが分かりますか？結構動いてますねっていう感じで、すごく腹筋が刺激されてますはい、ありがとうございます。ウィッシュアウトも全然つけてるの分からないぐらいになってると思うんですけど、今の時期だとテレワーク中なんかにもねこっそり使えるんでね、はい、そうですね絶対分からないですねはい、という感じで今日はスリムパッドのご紹介でした。はい、じゃあまたいつかのインスタライブでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。